釣ってみせましょう。お前やっと来たな。ああ今来た。やっと来たな。よっしゃ、チャンピオン。奇跡の手羽先。お願いします。お願いします。はい。まあということで今日は最後ね、はい、2人最後ワンナイ、はい、頑張って、はい、いい、はいね、では撮ります。今日桜島の真下だから最高っすね。あれっすか、あいつ桜島だから噴火してんね、朝から煙上がってんね。そう、まあ今日はあの晴天無風、苦戦が予想されますがはっきり言って頑張っていこうぜ。まだテンション低いなってたから。めちゃくちゃ高いだろう。嘘つけ。どこがだよ、首こんななってるわ。一番低いじゃねえかよ。ちょっともうおじさんだから1週間に5回目の釣りは辛いんだよ。わかるか。まあ、しかも今日起きるからイベントだから余力残しとこうかなとかちょっと思うだろう。やばいんだよ。ダメだよそれは。はいな、はい、ということでじゃあよろしく。じゃあ頑張っていこうな。はい、マジ今日貴重な一部だから絶対バラすなよ。オッケー。頼むぜ。はい、おはようございます。よろしくお願いします。久々に俺に釣らしてくれよ。はい、本当に頼むぜ。大丈夫ですよ、釣れますよ。頼むぜ魔王。やべえ、目がたぎってんなお前。やばいやばいやばい、乗り遅れた。おい見て、今日魔王普段絶対使わないローギア持ってきた。もう釣る気しかない。もう排水の陣だからよ。でもすごくない？ホテル出たのが5時で、もう今5時40分で釣り始まったんだよ。こんなとこあるか。もうこれぞ究極の錦江湾の素晴らしさだな。え？誰っぽくない？いやいや、右でチュンチュンしてるじゃん。右でチュンチュンしてるじゃん。バレる。ちょっと待って待って、ご来光がすげえ。わー、そこご来光がすげえ。あ、ほいです。最高だなぁ、ご来光。買い物、買い物だけじゃねえや。桜島と桜島と、やばいね。これはいいね。あの景色最高だね。最高はすごいわ。わお、つい反応だよ。やったぞいやなんか黙ってなんかしてんなと思ったんですけどね。なんかね、竿をこうやってね、こうやってね。なんか怪しい動きしてんなと思って。よし、ポーズ流れナイス。7時までに釣れんかったら焦る。焦りますよ。焦りますよ。むしろ勝負7時まででしょ。まあそんな感じですね。あ、でも潮が変わってばっかすからね、雪も。さっきより流れなくなってない？はい、流れない。さっきより流れないよね。そんなことない？変わらん？変わらん？みんな無視。必死なんだからちょっと考えてよ。釣りたいんだよ俺は。ああ。なお。すいません。油断してた。油断するなって。完全に油断したマジで。油断すんなお前。いい感じの当たり。油断したこれ。やばくない？もう蓋流し目で3回目だよ、しか帰るの。こんなことある？最近一日中同じルアーとかでよくやってるからな、釣り。こんな必死なのなかなかないぞ。やべやべ、ワクワクする。朝日とちゃん、どこに来た？全部ずっとお前。いいアングル走ってくなあいつ。あの国4枚釣っとうらしいけんね、もう。これかぶせられてこれで釣られた原田さん。また外れた今。俺も。どうした？まあ、でも当たりはちっちゃかったけど。今日当たりあるね。もしもし。
ゃいですか。しかもすぐそこに、すぐそこに。これプロだろ、これマジ、これプロだろ、これプロだろ、マジやっばくね、これなんで、これやんで、わこれ80のダイナミの価値があるぜ、これマジ。ちょっと写真撮ってまおう、これやっば、いやめちゃくちゃ逆光なんだけど超逆光なんだけど、いや魚がまあ分かんない。これ釣れるのも逆にすごくない？ねえすげえ、今日2匹も釣ってるじゃないですか。そうだよ、すげえな、すげえよ、これ。いやいや、どんな釣りしてるの？ジャンボで2回連続丸坊主だよ。で去年は全然金庫は全部中止になったから、来ても3回か4回入れたけど全部中止になって、ほんとにマーさんのところで釣ったのが多分最後なんだよ。相当前ですね。2年前じゃん、ですね、去年は多分ほんと釣ってないから。まず早巻きとか全然食わないの。今日あんまりおすすめじゃないかもしれない。よく考えたら明日もあるし。いや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 、今日1枚取りましょう、とりあえず。チェスあった、チェス、チェス。ここまで追っかけてくるタイがいたら絶対食ってるけどね。そんだけやる気あんだったらね。いやギリギリで見切り続けたんだ。でも怪しい怪しいって感じ。それ60メートルやる？やらないでしょ。めちゃめちゃ気合い入ってるでしょ、本当。相当空気圧の調整が得意なタイだね。マールさん、マジか、マジですげえ、すげえわ、やっぱ地元の人ほんとすげえ。いやマジで見てこれ。コスコス紐だよ、紐。噂の紐パターンだよ。紐パターンだ。ちょっとちょっと、ナイスティーじゃない。ちょっと俺全く真似るから全部見せて。タングステンの 100g にオレンジの純正ユニットですね。 125? はい、わかりました。ワンでワームつけてんだね。オッケーオッケー、ナイスです。ありがとうございます。奇跡の手間先、オッケーオッケー。どんだけご機嫌な、なんで俺自分で釣れんでこんなご機嫌なんやろうか。ほんと変な人だよね。大ちゃん、大ちゃん、俺ちょっとパン食べるよ。おっ、おっ、横パン。とんでもあるじゃん、すげえな、マジでマジですごいわ。フグが現れました。フグが現れた。おっ、おマッシャー、マッシャー、ダルル、ダルル。今これ流行りだから、バレたらダルル。これあのマロ君が発生だから。マロ君マジで来たよ、えら、来た、何が、はい、あー、何、離すなあ、めっちゃいるやん、なんか。さっきからずっとついてる。さっきからずっとついてんだよ。ちょっと待って、バッカル。プロだ、プロ。やっぱ釣れるっすね。ナイスナイス。出ました、反応。今55m で 40m まで反応出てます、出てます。お休みとか行ってみます。ナイスナイス。ちょっとちょっと最初、ちょっとちょっとちょっと、やばいやばい、ちょっと糸寄り選手権、ちょっとやばい、これ最小サイド、これやばいっすよ、やば。
記録でしょ。え、これやばいな。だって平場の全長より短いかもわからない。怖い。分かったか。これが俺たち都会人の実力だよ。これっすわ。これを釣り切る方がすごいだろ。それよりちっちゃいの行きましょう。オッケーオッケー。ちょっと待って待って。でもタイ釣るのは奇跡の手羽先。これ何回目かも。やっぱタギルトモイやっぱ一番しっくりくるよ。タギル思いはやばいで、あの松ゴリさん素晴らしいで、あれはタギル思いはちょっと素晴らしかった。だってその後体中に感じるんぜ。タギルほんまに体中感じてて、それはやばい、やばい、いや本当に俺見たちが吹いたもん。あとタギルタギル俺たちってだから、あーマグースラム、そうそう、あれも良かったよね。でもなんかそのなんかタギルタギル俺たちってなんかタギった後みたいな感じだった。だいたい俺はタギリ切れんで終わりやん。口だけやんけ。いやそんなことないわ。それ自分でしょ。一緒にしないでほしいわ。俺はタギってるもんな。一番タギってない人がさ、それはないわ。優勝はあれか、タギる思いとタギってもっとベイビーか。あれ一番俺が趣味で言ってたのタギってもっとベイビー。そうそう、タギってもっとベイビー。でもタギるだからね。タギってでしょ。すごい、多分タギるもやばいね。タギるもダントツです。あんな爽やかな歌でタギるなんて言わないですよ。絶対ね。え、大営業中今。営業中。ちょっと。お店の名前何でしたっけ？奇跡の。手羽先。ああ。奇跡の手羽先らしいです。やっぱ本気出してねえからかな。やっぱ毎日本気出すかな。早く出して。とっくに出した。もう出した方がいい。うん、とっくに。次の流し。いやいや、もう今から、今から思い立った、今から。ちょっと待って、どういう雰囲気なんですかそれ。すっげー反応がマジで。そこから15メーターの引き分けです。これで釣れないわけないでしょ。何それ。どこに売ってるの。ちょっと、いただきもんだから。アスタカラーだし、ここわかんない。いただきもんだからわかんない。いただきもんだから、すげえ。なかなか今、ラスタカラーサングラスしてるやついないですよ。レディー好きな人もしないですよ。これ、うん、これなんだろう。あのもしね、視聴者の皆さんで僕にかぶってほしい、あ、かけてほしいサングラスをお持ちでも自分ではかけれないなっていう人は、あのもしよければイベントだとかね、あのそういう時にお持ちいただければ、あの私愛用させていただきます。ちょっと前まで俺いっぱいあったんすよね俺。そうそう、え、じゃあこれ1年、これバージョン1年。まだ、釣りしてよ、いいから。バージョン1、まあ、明日出してさ。明日出して。イベントそれで行ってよ。それ罰ゲームじゃん、だから。今日坊主だったら、嫌だ、本当に嫌だ。いや、耐え釣らないとそれですよ、もう。嫌だ、本当に嫌だ。ずっとそれ。嫌だって。室内でもずっと。いや、本当無理。写真撮るときもそう。いや、それは無理。本当無理。じゃあ、釣りましょう。頑張る。こんな写真拡散されたくない。メンションとか絶対されたくない。俺すぐします。いや絶対嫌だ。そうしましょう。今日の罰ゲーム。え、これが一番嫌だ。他の2個はまだ。ダメ。いや、他の2個だったらちょっと狙ってるもん。嘘。ちょっとかっ、だってかっこよ。それやばい。俺知らない人だったら喋りが。
早くずっと食らってきですか釣りはね、釣果だけじゃないんだってそろそろ言わせ、こっち見ないでくれ話が入ってこないですハハ今目が合って俺が曲がした瞬間これで水吹き出したひどくない、こんな人おる、人の顔見て吹き出すとかやばいよマジでさ、あぶね、忘れてたあぶねえこれはみんなにいいって言われるけどね、まあ全然普通ですよ普通だでも正直言うとさっきの方がしっくりはきてます、そうそうそう、マジでマジで、そうマジで、そうなのなんでだろうなんで、なんでだろう、じゃあ黄色は、あー黄色のね、あれラスタカラーじゃなかったらいいんですよ、まだまだいいんじゃないですか、ラスタカラーラテンな感じでふーってふーラテンな感じでいいんじゃないですかT シャツ絶対ボブ回り、ボブ回りこうやってるやつこうやってるやつこうやってるやつじゃあ俺髪の毛で取れてるんでしょうか釣りしてよいや、いいとねよし、わかった、チャートを信じよう俺やべえと思って帰るんじゃない、ユニットもラスタカラーにするでもこの気合いが入った今日チャート全部チャート、何もかんもチャートで、この目がないいや、正面から来たら見たら違和感ないですよちょっと、うわーラストやばい、サービスね、あ、いいよ、もうおー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 おラストフォーライだ、ラストフォーライはい、ラスト決定ラスト決定です今油断してないし、油断してたよもう油断しすぎだよ面白すぎるこんなお前これ絶対タイだよ、こんなぐっちゃぐちゃされてあんだけ暴れたらかかれよねほんとねウエさんが真面目に吊るしてますもう魚めっちゃおる、玉がブルブル震えるもん、なんか近くで水流が起きてるから、あだからまっすぐ泳がない、波玉って絶対まっすぐ泳ぐようになってるから、このブルブルになる時ってなんか近くで起きてんだよ、でもこのブルブルになるの前あたりの一種だもんね、うん、多分その魚の群れとかそのレイトのね、多分そんだと思うよ、ようこのブルブル来る後にドーンって来るもん、大なんで俺のはバレてるんですか、あっちはかかる一撃でガンって言いましたおー見えた、おーナイスナイスナイスイエーイ超ナイスティーちょっと待ってよお前、いいな、なんだよ、よっしゃやったじゃん、あ太ってる、いいなぁ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 、ほんといいなぁ、羨ましいなぁ、いいなぁ、甘いですよ、甘いですよ
仕事はしっかりしてる、口元取ってるいいなあの藤上大輔さ、鹿児島の居酒屋でおすすめのお店は何？じゃあ奇跡の手羽先なんで俺のはかからんで大のはあんな池にかかるの？全然もらって俺なんかあんな濃すい40、今俺 45g ぜ、こんな濃すいたらばする？そこから結構上ですけど、やばい、マオカあともう残された時間20分ぐらいですよ。マジやべえ。マスオさんこれめっちゃうまいっすね。うまい、マンゴーラッシュやろ。下から 40m 全部反応です。わお、すごいすごい、マジですごい。うわー、下やばい反応。42ってことはいくつ？37。えぇ、ー、おい年下っすか俺より？そうっすよ。嘘だねえ、嘘だ、嘘ですよ。動くか、帰ろっか。行きますか。じゃあラストボトムで。残念、今日はずれませんでした。明日もう一回チャレンジします。